皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。おなじみの村井とゆみの歌い方講座の時間となりました。今回ですね、ご紹介するのは6月2日発売になっている、中澤拓也さん、新潟出身の、同じ、出身でございますけど、片方は長岡出身ですね。長岡、私は新潟の中心、新潟市市内の西区の、ね、出身ですけれども、この方の、ね、A タイプ、B タイプ、いろいろあったみたいですけど、約束の、ね、中で、サマードリーマー、ね、サマードリーマーっていうのがこの6月2日に発売になっています。タイプ C っていうことで、日本クラブから対しておりますけど、この歌を今日はね、一緒にレッスンしていただきます。この方も気が高いんですわ、どうしてもね。それでまたちょっと半音どころか2つ落としぐらいの音でも、やっと歌っているような感じですけれどもね、まあ、歌がうまいですしね、人気がございます。もうおかげの方がおばちゃん方いっぱいいますけれども、そんな中でこのサマードリーマー、まあ、夏に向けての、歌なんで、これからねちょっと6月入りまして、だんだん暑くなってくると思いますんで、そのイメージでビーチサイドのこうイメージね、夏のこうサマー、その雰囲気を作りながら覚えてくださいございます。回転が結構128回転ね、早いんですけれどもね、作詞が今回は中澤拓也さんご自身がやっております。作曲はおなじみの田尾雅美さん、この方も同じ会の方でちょっとね、宴会で一緒に隣同士で飲み合ったこともございます。編曲は坂本正則さんでね、この3人で作られております。じゃあ、それではちょっと私の中身歌いつけない歌なんで、まあ、なんとか頑張って歌いたいと思います。中心はこう四分音符をうまくきちっとこうつけないと、さらりと言葉がこうスムーズにいかないような感じなんですね。そこちょっと練習も回数も必要かなということでございますんでね、じゃあワンコーラスを歌ってみたいと思います。通販になっておりますんでね、じゃあ落としてちょっとキーを落としてやってみます。
花火に逆らいながら4つ休んでもう2つ 約6泊数えるんですね。次、予定調和な恋よりも、予定調和な恋よりもってね、ちょっと言葉がいいんだもん。予定調和ってね、調和な恋ね、予定調和な恋よりもよりも、4泊やもう2つ、たまには良い恋もしたいね、たまには良い恋、恋でちょっと止めて、恋もしたいね。ここまでスムーズいくといいですね。なんとかね、歌うね。じゃあ頭からいきましょう。2のビーチサイドを駆け抜ける、ちょっと私手足おかしい、せーの、いきます。ねーのビーチサイドを駆け抜ける、花火に逆らい、姿と溺れたい。
で5拍ですね。でここからサマドリ、約ここは4拍ね。今サマドリですね。じゃあ暑い日差しの中でからいきましょう。暑い日差しの中で君と踊り明かそう、心さらけて脱ぎ捨て夏なもの、小麦色に焼けてる日焼け跡のキュンと、中で涙濡らされ高いからもう苦手ですね、こういうの高いのはね。それでは1コーラス、2コーラス、半は暑い日差しのさっきの盛り上げの部分からあります。まあ少しゆっくりめにいきたいと思いますけどね、なかなか早いと言葉もついてきませんので、まあ練習の課題があればとにかくリズムに乗り遅れないようにということ で、またこう爽やかさがないとダメですね。中澤拓也さんのフレッシュなこのイメージがないとね、重くならないように、私が歌うと重くなるような感じですけども、じゃあそれではいきます。2、2、3、はい。1サイド駆け抜ける、花火に逆らいながら
ありがとうございました。